マトリョーシカちゃん、原作ベビクトローク、イ・ベロポーリスカヤ。お人形のマトリョーシカちゃんは窓から外を見ていました。寂しくなったマトリョーシカちゃんは、そうだ、お客さんを呼ぶことにしましょう、といいことを思いつきました。そこで、道を通る皆さん、どうか私のところへ遊びに来てください。ドナーシャもクラーシャもダーシャも待っています、マトリョーシカ、と紙に書いてうちの外に貼り出しておきました。まもなくブカランラ、ブカランラ、ブカブカランラと手風琴を鳴らしたゆらゆら人形のイワンちゃんがやってきました。こんにちは、ドナーシャさん、遊びに来ましたよ。そこでマトリョーシカちゃんが言いました。まあいらっしゃい。でも私はドナーシャじゃないわ。じゃあドナーシャさんはどこにいるんですか？ちょっと待っててね。今すぐドナーシャに会いますわ。そう言っているところへ、トントン、トントン、トントコトンとマッチの杖をついて、どんぐり人形のイリューシャちゃんがやってきました。こんにちは、クラーシャさん、遊びに来ましたよ。そこでマトリョーシカちゃんが答えました。あら、いらっしゃい。でも私はクラーシャじゃないのよ。じゃあクラーシャさんは一体どこにいるんですか？しばらくお待ちくださいね。すぐにクラーシャが来ますから。そうしているところへ、とっとこ、とっとこ、とっとこと、とヤギに乗っておしゃれ人形のアンドリューシャがやってきました。こんにちは、ダーシャさん。そこでマトリョーシカちゃんが答えました。まあようこそいらっしゃい。でも私はダーシャじゃありませんわ。じゃあダーシャさんはどこにいるんですか？はいはい、すぐにダーシャが現れますから待ってくださいね。そうこうしているところへ、パカパカガラガラパッパカパと通りかかったペトリョーシャが馬車を止めました。悪魔退治をした帰り道だったので、大きな声で、頼もう、頼もう、お客になりに来ましたよ。早く扉を開けてくださいな、とペトリョーシャが言いました。そこで、マトリョーシカちゃんは、あら、まあ、ようこそいらっしゃいませ。ペトリューシャ様、と出迎えました。これはこれはマトリョーシカさん、ありがとうございます。けれども、お客に来たのは私一人だけですか？いいえ、いいえ。あなたのお仲間がみんなこっちに集まっていますよ。マトリョーシカちゃんとペトリューシャが奥の部屋へ行くと。そこで待っていた人形たちが言いました。なんだい、君のところにはドナーシャもクラーシャもダーシャもいないじゃないか。マトリョーシカさん、表に書いてあることは嘘なんだね。マトリョーシカちゃんは怒るみんなを止めて言いました。いいえ、私は皆さんを騙したりしませんよ。なぜならほら、この通り。そう言って、マトリョーシカ人形の上の方を開くと、中からみんなの前にダーシャちゃんが出てきました。ダーシャちゃんはニコニコしていてとても綺麗です。みんなはすぐに仲良しになって踊りたくなりました。ところが、驚いたことに、そのダーシャ人形の上がぽっかり外れて、そこからちょっと小さいクラーシャちゃんが現れました。かわいいクラーシャちゃんは、お待ちどうさまでした。どうか私も踊りの仲間に入れてくださいな、と言いました。みんなは手をたたいて喜びました。するとまた驚いたことに、クラーシャ人形の中から小さなドナーシャちゃんが飛び出してきて言いました。皆さん遅くなってごめんなさい。私に似合う小さな方はいらっしゃるかしら。それを聞くと、イワン人形が、僕がお相手しますよ。さあ早くこっちへいらっしゃい、と言いました。さあこれでお人形がみんな揃いました。そこでイワンちゃんとドナーシャちゃん、イリューシャちゃんとクラーシャちゃん、アンドリューシャちゃん、アンドリューシャとダーシャちゃん、そして、
ペトリューシャと綺麗なマトリョーシカちゃんが組になって、ズンタカズンタカ踊ったり、ツンタラツンタラ歌ったり、ペチャクチャペチャクチャおしゃべりして、みんなで楽しく過ごしましたとさ。おしまい。